Welcome to the sake world. Welcome to the wonderful world. Welcome to the grateful world. Welcome to the sake world. 皆さんこんにちは。神戸酒ラジオです。ご案内させていただくのは私浜田英二でございます。この神戸酒ラジオは毎回酒蔵の方からいろいろなお話をお聞きする番組です。 Facebook に公式アカウントもありますので皆様からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いします。さて本日記念すべき第1回放送は大黒政宗醸造元安福又四郎商店の営業部長池田光雄さんにお越しいただいております。池田さんよろしくお願いします。はい、大黒政宗の池田です。よろしくお願いいたします。いきなりなんですけども、池田さんのメガネは、某芸能人に寄せるための伊達メガネという垂れ込みがありましたほんまなんですか？いや実はですね、実際はちょっとすごく視力が悪くて 0.03 と 0.01 しかないんですよ。だから伊達メガネではないです。え、ほんまですか？いや本当です。じゃあ浜田さんにかけてもらいましょう。ああ、じゃあちょっと失礼します。これは飽きませんねなんか確かに強烈な度が入っています。ただいま確認いたしました。これは伊達メガネではないようですね。いや、はい、お互いが晴れてよかったですそれではですね、気を取り直して最初に簡単に安福又四郎商店についてちょっとお話しいただけますでしょうか？はい、安福又四郎商店は1751年創業で、灘五号の一つ御影号の、で作られる日本酒の酒蔵でございます。兵庫県産の酒造公的米を使って、酒造りをしておりまして、水は灘の名水宮水で仕込みをしております。阪神大震災を機に新たな展開をされたんですね。はい、阪神大震災で木造蔵が全壊をいたしまして、その後鉄筋蔵で、酒造りを開始をいたしました。その際、やっぱりこう品質をきっちりしていこうというふうな思いと、しっかりと、大黒政宗を伝えていただける、特約店様に、販売を託して大黒政宗を伝えていただけるように完全特約店制度を開始いたしました。ただ2013年蔵の老朽化で、今まで使ってた大黒蔵が使えなくなって、その時にいろいろと模索をしてた時に白鶴酒造さんからのお声掛けがかかって、なんとか大黒政宗として、白鶴酒造の本店2号蔵で作りを開始することができました。他社の、設備で酒造りをする苦労なんかどうなんでしょうね。やはり今まで使ってた、生産機械とは違って、他社の方で作らさせていただくのでいろいろとやっぱり苦労する部分があったとは思います。やっぱり機械癖というかもろみというか麹室の癖とかもやっぱりいろいろとありますので、そういう意味ではすごく大変苦労したということで井上の方には聞いています。まあ、井上さんもねすごい頑張って今いいお酒を作られてますけども、そしたら他社の、設備で酒造りをする利点っていうのもあるんでしょうか？やはり、白鶴酒造さんは、最大大手でもありますし、すごくいい設備を使われてますので、そういう意味では今まで、大黒政宗が出せなかった味わい、また、お酒の酒質、この辺がすごく自分たちで納得するお酒ができるようになったっていうのは良かったと思います。前にちょっと井上さんから聞いたんですけれども、
やっぱり大黒政宗で酒造りをするよりも生産量がもう格段に多いので、たくさんたくさんお酒が作れるから、なんていうんですか、お酒を作れる経験がすごく積めるっていうようなことをちょっと聞いたことがあるんですけども。そうですね、うん、すごく、大黒政宗だけでは今年のそのお酒の特徴とかお米の特徴とかっていうのがなかなか捉えきれなかった部分もあるんですけども、そういうふうに、たくさん作らさせていただくことによって経験値が積めるっていうのはすごく良かった点だとは思います。それではですね、池田さんの職歴ですね、かなり変わった経歴をされていると聞きましたので、ちょっと教えていただけますでしょうか。はい、平成3年に、某百貨店の婦人服の部門に、入社いたしまして。婦人服ですか。はい、それから12年に婦人服の部門におりました。そしたら見ただけでサイズとか分かっちゃうんですか、ひょっとして。ですね、それは分かる時もあります。その後、先輩の誘いで、食べる用の食用の海苔屋に3年半おりまして、その時に実は床屋店の方と知り合うきっかけができまして、約2年間蔵の方に、会話していただきました。で、2006年の10月に、前社長の安福節子さんより、うち入社しないかということでお誘いを受けて、現在に至るという感じですかね。スカウトされたんですね。いやいや、そうそう、もうスカウトだなんてそんなもう大それたもんではないです。池田さんすごいね、今会見するところ顔がね真っ黒なんですけど、このコロナの時代に真っ黒な人っていうのもまた珍しいんですけども、一体休日何してはるんですか。休日はですね、主に野球ですかね。野球、特に今は少年野球のコーチを、しておりまして、たまに自らも、チームに所属しておりますので、まだ現役としてプレーをしております。ポジションはどちらの方ですか。ポジションはキャッチャーでも、少年野球からずっとキャッチャーをしておりました。ここまで。打順とかどれぐらいですか。打順はですね、少年野球の時は1番バッターを打ってたんですが、中学3年間と高校3年間は、クリーンアップを一応打っておりました。すごいですね。いやいやいや。ですね、池田さん苦手なものがなんかあるというふうにですねもうお聞きしてるんですけども、はい、何が苦手なんですか。苦手なものですわね、苦手なものはですね、まず食べ物だとスイカが苦手です。スイカ苦手なんですか。はい、やっぱりなんていうんですかね、自宅で昼間に家族がスイカを食べて、僕が夜帰ってきても匂いが残ってるぐらい、それを感じるぐらい嫌いです。なんかね、虫も嫌いって聞きましたよ。そうなんです、嫌いというか苦手なんですけども、この特に夏の時期にたくさん鳴いてらっしゃるおセミさんがすごく苦手なんです。あ、セミ苦手ですか。はい、やっぱ気持ち悪いんですかね。いやー、どうなんでしょうね。もうよく少年野球の子供たちからもう、セミ取ってって言われるんですけども、僕じゃなくて違うコーチに頼みなさいということで取ってもらうぐらいすごくセミは苦手です。そうなんですね。はい、いつもね、池田さんね、イベントなんかの時に、はい、なんか撮影するじゃないですか。自撮りするじゃないですか。はい、特殊な自撮りしてますよね、あれね。池田撮りのことですね。あ、そうです、池田撮りっていうんですよね、あれね、最近ね、聞きましたけど。はい、池田撮りはですね、2016年頃から、イベント時にですね、皆さんが来ていただく、記念写真のようにちょっと撮るようになりました。うん、で、やっぱり全体が映るっていうのと、楽しくお酒を飲んでる姿をまず
あの一緒に移っていきたいというのがあったので、メガネから上野から、まあ、皆さんが移るというのが、うん、すごく自分の中では、うん、あの取り心地が良かったので、そういう風にさせてもらいました。なんかね、飲み屋さんに行った時とかね、はい、あのメガネだけ映してますよね。はいはいはい、まあまたまたもおちょこおちょこというか、うん、あのチロリ、うん、チロリの口が、あの口というか取っ手がちょうど鼻っぽく見えるので、うん、そこにメガネをかけさせてもらって、うん、いつも映して、うん、まあそれはもう本当にあのまあ美味しいとかじゃなくて、すごく面白た楽しくこうお酒を飲みたいというのもあって、そういう写し方にさせてもらってます、うん、なるほど。まあ、ちなみにあのこの池田鳥の命名者は、うん、大黒摩擦の特約店の、宝塚二川の日の出屋酒店藤沢さんが命名していただきました。あらしいですねで、ですね、まあ、ちょっとお酒に話を戻したいんですけども、はい、池田さんは大黒摩擦宗のお酒の中では、はい、どのお酒が今一番一押しなんでしょうか。そうですね、うん、まあ、季節によっていろいろやっぱり変わるんですけども、うん、私自身は料理とお酒を味わうっていうのがすごく、うん、一緒に味わうっていうのがすごく好きなので、うん、まあ、大黒摩擦宗は特にうまみがあって、料理と合う食中酒、うん、なんで、まあやっぱほとんどのタイプが好きなんですけども、特に一粒、はい、もうこの酒のポテンシャルというか、うんうんうん、これは本当に、まあ、僕が思う食中酒の中では本当に一番何でも合うんで最高だと思ってます、うん、飲み方はどういう飲み方がいいですか。僕特に一粒の場合は缶酒にさせてもらってます、ね、うん、夏場の暑い時期でもやっぱり缶酒にしながら、うん、まあぬる缶で特に、味わうんですけども、うん、もう話を進めながら飲んでると、うん、やっぱりだんだんやっぱり、うん、まあ、冷めてくると、うん、その缶冷ましというのも、うん、本当に一粒は、うん、バランスが良くて崩れないので、うん、これは本当に皆さんにお勧めしたいお酒です。そういえば前の、ね、製造部長の高木さんもね、はい、そういうちょっと一粒みたいなタイプのね、お酒がね好きでしたよね。そうですね、よく、まあ、前高木当時、うん、なんですけども、うん、一緒に飲みに行かせていただく機会がありまして、うん、その時に、一緒に缶酒を飲ませていただくと、やっぱり缶酒のこのうまさというか、うん、美味しさっていうのをすごく教えていただいたっていうのもありますし、うん、まあ、特に大黒摩擦宗特約店の中には、うん、まあ、兵庫の原酒店という、あ、原英二という、その私と同じ英二なんですけどね、缶酒に関してはすごく熱意のある酒屋さんが、うん、おりますので、巨人の星の星一徹みたいな感じですよね。もうやっぱりいろいろと教えていただいて原さんにもいろいろ教えていただいて、うん、やっぱりこう缶酒の良さ、うんうん、まあ、これは本当に僕も広げていきたいなというふうに思いますね。なるほど、うん、それでは、池田さんおすすめの大黒摩擦宗一粒をちょっと飲んでみたいと思います。はい、じゃあ乾杯。乾杯、いただきます。うまいですね。うまみとこうキレの良さ、うん、これ味わいですね、うん、やっぱりこれはすごいこうポテンシャルの高さをすごく感じるんですね、うん、素晴らしいですね。もう一飲みちょっとしてみます、うん、なんていうんですかね、飲んだ瞬間こう飲み込むとですね、なんか、温泉に浸かってるようなね、このリラックス感がありますね、うん、まあ、程よいやっぱりうまみと、うん、あとやっぱり吟醸香というんですかね、うん、この香り、うん、やっぱこれはちょっと最高やなと思いますね、うんうん、
このお酒は夢錦を使って作ってるね。そうですね、うん、夢錦 100% です、うん、まあ、大黒政宗はどちらかというと麹をやっぱしっかり力強く作るっていうのがまあ肝に置いてますんで、うん、やっぱこの味わいが出るのもその麹の力強さ、うん、麹の力強く作るっていう、うん、そのやっぱ井上さんがやっぱり大事にしてるところが全部このお酒に伝わってるような感じがするんですね。大黒流っていう感じですか、ね、そうですね。あ、こういうこの芯の強さがやっぱり大黒政宗のこう、うん、なんですか、本領というか。そうです ね、 ね、ちょっともう一口いただきます。うん、あ、うまいっすね。あ、まあ、全ての疲れを癒してくれる至福の一杯ですね。あ、そうですね。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました、またどうぞこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。大黒政宗の、池田、光雄さんでした。ありがとうございます。酒ラジオのさっと一品のコーナーです。このコーナーでは浜田屋で好評のおつまみレシピを紹介します。今回は暑い日に冷たく冷やしておいしいキウイの中華漬け。必要なものはキュウリ、みりん、醤油、お酢、一味唐辛子、食品用ビニール袋、ごま油です。キュウリはまず茎についていた部分を1センチくらい切り落として本体と10回くらいすり合わせます。するとなんと白いアクが出てきますので、これを水で洗い流します。次にピーラーで縦に裏表で皮を剥きます。そして剥いた部分を残してまた裏表で先切りにします。今度はそれを輪切りにして食品用ビニール袋に詰めます。次に漬け汁を作ります。きゅうりの4分の1の量で用意します。比率はみりん2、醤油2、お酢1の割合で混ぜ合わせ、一味唐辛子を適量加えて鍋で沸騰させ、みりんのアルコールを飛ばします。できた漬け汁を先ほどのきゅうりが入ったビニール袋に入れて密封。 1,2 時間できゅうりから水分が出てきて中の液が増えてきますので、ビニール袋の中の空気を抜いてゴムで縛ります。このまま半日ほどで漬け上がります。お皿に盛ってごま油を垂らせば完成。美味しいですのでぜひ試してみてくださいね。浜田屋風きゅうりの中華漬けでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。第1回神戸酒ラジオはいかがでしたでしょうか。私は最初ということもあって緊張しっぱなしで、いやー反省するとこばかりですけども、これからも続けていきたいと思っていますので、また次回もお聞きいただけると嬉しいです。この番組は皆様のお便りも紹介したいと思っています。またご意見ご感想などありましたら Facebook の公式アカウントから投稿いただけると嬉しいです。 Facebook をやっていない方は浜田屋のホームページのポストマークからも送信していただけます。浜田屋は地酒とワインの浜田屋、もしくは魚崎浜田屋で検索するとすぐに出てくると思います。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。